世界を見たって言っても、まあそんなにたくさんでもないんですけれども、かなりその西洋的な美術館も見ましたけども、我々は東洋美術品を展示する美術館ですから、主に東洋、まあ、義美とか東洋美術をたくさんやってるようなところを見てます、韓国にしても。だけども、まあ大体似たり寄ったりだったんですけども、なんて言ったらいいんですかね、その見せ方なんですよね。一番考えたのは見せ方っていうのは、展示の仕方と説明の仕方、あとは照明の当て方とかですね、どういうふうに浮き上がって見えるかっていうことで、これは熊さんが紹介してくれた非常に優れた照明家を紹介してくれたものですから、でこの LED 照明はものすごく精緻にできてますので、コンピューター制御なんですけども、各ウィンドウの中の照明がですね、1万何千通りに明るさが変わるんです。そう、つまりですね、明け方の朝日の光から真夜中のろうそくの光まで全部出せるんですよ。それによってその美術品に合った光、例えば江戸時代のね、絵画だったらば夜、まあ柿田松の屏風でもいいですよね。ああいうのは、まあ、昼でも見れる、昼間も見せたんでしょうけど、夜ね、お客さん呼んで、その時は行灯がいくつかあって、その時の光の具合で座ってお酒飲みながら飲んだ時のその見え方っていう光が出るんですよね、 LED で。そこまで気を使いましたから、その照明という意味で良かったんで、そういう意味からすると、他の美術館、世界中の美術館から比べて、光の当て方が一律じゃない、一工夫あったんで、非常に特徴的かなと思いますね。あと見せ方なんですけどね、見せ方っていうのね、まだ迷ってるんだけど、音楽の三枝先生、三枝重明さん、親しくて聞いた。したらね、三枝さんが言うんですよ。で、ねずさんね、日本の美術品っていうのは、やっぱり外国人分かんないよって言うわけですよ、理解が。で、どういうことですかって言ったらば、自分は音楽の勉強をしてた時に分かったことがあると、イタリアで。例えばヨーロッパで、まあ、クラシックっていうか、オペラっていうふうに考えてみると、オペラは昔から、まあ、何百年前からあって演じられていたけども、今の芸術家がね、そのオペラを自分の演出で、演じる時に、昔のまんま演じるのではなくて、もちろん基礎をピシッとしなきゃいけないけども、例えば僕が見た椿姫、ドイツで見た椿姫の舞台は何にも背景がないんですよ。そこにいきなり真っ黒い洋服を着た男女が出てきて、椿姫を歌い上げるわけですよ。全部それだけ、背景が何もなくて、ふともう絶賛の嵐なんですよ。翌日の新聞を見ると、素晴らしい解釈だと、その芸術だと、その自分の解釈を入れて、新しい価値観、芸術価値観、審美観を訴えることがヨーロッパでは素晴らしいということは、芸術的に。ところが、翻って極端な言い方しますけども、日本の場合は、まあ歌舞伎がいいかどうか分かんないけど、歌舞伎の場合は昔のまんまの衣装、昔のまんまのセリフの言い回し、中には冗談は入るけども、時代は取り入れるんだけども、ほとんど昔のまんまをそのまんま演じることが素晴らしい。その日本舞踊にしても、昔の型をこう踊って、昔の形をやることが一生懸命やっていい芸術家だとして、称賛されると。でも、だから芸術家に対する称賛の仕方が日本とヨーロッパは違うって言うんですよ。日本の場合はそのまんまをきれいに持っていくのがいいけども、あっちの場合はそこにひとひねりして、今の自分の考えを入れないと評価されない。だからね、結局ねずさんね、石の文化と木の文化だと。ヨーロッパは石でできている文化だから、昔から壊そうと思っても壊せない。ローマ帝国時代から石はもう壊しても壊してもなかなか崩れない。日本の場合は木だから、木、紙だからすぐ燃えてなくなっちゃうから、昔のものを大切にするでしょうと。で、あっちの人は大切にするんだけど、それを壊したいんだけど壊せないから、新しいものを作るのが評価される。これだけのね、価値観の違いがあると。だから日本の人がいくら、日本のそのお茶碗がこんなお茶碗ね、外国人がなんでこれが宝物なんだってわからないじゃないですか。だから見せ方はどんな見せたって分かりませんよって言われたんです。で、どうしたらいいんですかって言ったらね、違いを見せろって言った。ディファレンシエーションをはっきりさせると外国人は感動するって。それでその話を僕は熊にしたんですよ。したらば、今言った三位一体、自然と美術品と建物が一緒になって見える、京都のお庭のあの感覚、
あれは向こうで全くありえないから違うってことが分かった。それで感動するんじゃないかなと。